シークはイギリス海軍が第二次世界大戦前に建造した駆逐艦トライバル級の一隻である。1936年9月24日起工。1937年12月17日進水。1938年10月12日就役。1941年、ドイツの戦艦ビスマルク撃沈に至る戦闘に参加。ビスマルク沈没前の夜、シークも4本の魚雷を発射し1本を命中させたとしたが、実際には命中していなかった。1941年12月、シークは H 部隊から地中海艦隊への転属のための駆逐艦、リージョン、マオリ、イサーク・スウェールズと共に地中海を航行中、北アフリカへの補給物資輸送中のイタリア系巡洋艦、アルベルコ・ダ・バルビアーノとアルベルト・ディ・ジュッサーノの迎撃に向かう。そして、これらの駆逐艦は12月13日のボン岬沖海戦で2隻のイタリア系巡洋艦を沈めた。この海戦でシークはアルベルコ・ダ・バルビアーノに魚雷2本を命中させた。1942年8月4日、シークと駆逐艦、ズールー、クルーム、テトコットは、ハイファ沖で、ドイツ潜水艦 U-372 を沈めた。9月14日、シークとズールーの2隻はマズトブルクへ、コマンド部隊を上陸させ、さらに沿岸へ接近して、襲撃作戦を援護した。しかし、作戦は、港湾警備部隊の予想外の抵抗にあって、予定通りには進まず、シークは沿岸監視省のサーチライト照射に捕捉され、沿岸砲台からの砲撃を受け、機関室に被弾、大破航行不能となった。両艦のズールーが煙幕を張って、シークをサーチライト照射と沿岸砲台からの砲撃より保護し、ズールーも被弾しつつも、曳航策による曳航を行って、戦闘海域からの離脱を試みたが、シークは沈没した。シークの乗員はズールーに救助されて戦闘海域を離脱したが9月14日の日照後、ズールーもイタリア軍機の爆撃を受け航行不能となり、同日中に沈没した。ズールーに救助された乗組員は同艦への爆撃による死傷者を出したものの、現場海域に救助に駆けつけたクルームにより、ズールー乗組員と共に救助された。ありがとうございます。